フレンチコネクションフレンチコネクションは、かつて存在した麻薬の密輸ルート。トルコで生産されたヘロインをフランスを経て、アメリカに密輸していた。別名コルシカコネクションとも呼ばれた。映画、フレンチコネクションの題材となっている。単一の組織ではなく、マルセイユ、パリまた、ボルドーやルアーブルに根付くグループや、多数のネットワークである。インドシナ、トルコ、フランスイニント領レバノン、 フランス委任当治領シリアからフランスにもルヒネベースで輸入し南フランスに点在するラボでヘロインに作り替えアメリカやカナダへ渡った当時のフランスの密売人はアメリカの犯罪組織の主要サプライヤーでありコルシカの組織犯罪は中心的な役割を果たしたこのシステムは1930年代にマルセイユのギャングポール・カーボンとフランソワ・スピリットによって 小規模に考案された。1950年代から60年代に、ドラッグ市場が急成長する前のフランスのギャングスター、アントワーヌ・ゲランの統治時代に、アメリカへ出荷されたヘロインは、フレンチコネクションをすべて合わせて、月平均2 7 0ラムに上る。1970年には、フレンチコネクションの密売は、年間40から44トン。 米国のヘロイン消費量の90%だと推定される。オーギュスト・ライコード、フランソワ・スピリット、ジーン、バティスト・クローチェ、ヨゼフ・チェスリー、ポール・マンドローニラは、フレンチコネクションの主要人物である。アメリカンマフィアのゴッドファザーであるラッキー・ルジアーノと、マイヤー・ランスキーと取引をしていた。オーギュスト・ライコードの仲介による、フレンチ・ゲシュタポから、財政支援をされていた。 1898年にフランス支配下のベトナムで、後のフランス共和国大統領で当時インドシナ総督であったポール・ドメールは、同化政策を推進し、南にアヘン選売公社を作ることを決める。当時の政権は、アヘンの製造、販売に関わっていた。これは、植民地での財政収入の3番目を占めた。 サイゴンで、ドゥメールは、アヘンの生成所の効率化を構築した。政府は、アヘン政策に焦点を当て、植民地の収支予算を黒字に安定させた。1912年の初のアヘン貿易を根絶するための国際会議で、ハーグ・バンコクアヘン条約に署名をしていたにもかかわらず、フランス領インドシナ当局は、生産を続けた。1930年代頃に、 ブレイズ・サンドラールは、マルセイユでの密売アヘンが、インドシナで売られている公式アヘンより安いことを言及している。これは、インドシナ公社の倉庫から定期的に高騰されて、マルセイユ行きの船に隠されて渡り、マルセイユのバーなどに集められていたからである。20世紀初頭以降コルシュカ人の船乗りたちは、最後に、マルセイユ間を運航して、反生成されたヘロインを地道に送っていた。 1937年マルセイユ近くで最初の違法ラボが発見された。このラボは当時のマルセイユのゴッドファーザーであるコルシカ島出身のポールカーボンによって設立され東洋アヘンを輸入しヘロインに加工しアメリカに輸出していた。フランソワスピリット含むコルシカマフィアはヘロインの国際取引のアメリカ市場への侵入を練り上げていた。他方 アメリカンマフィアのボス、ラッキー・ルチアーノは、米ユダヤ人のイーディッシュコネクションと中国の犯罪組織3号会による独占を排除し、利益の少ない酒の密売から麻薬販売に方向転換を考えた。これらのネットワークをフレンチコネクションと呼んだ。第二次世界大戦中、BC 政権下のインドシナ政権は、インドシナのアヘン貿易の予算に重きを置き続け、 1940年には7.5トン、1944年には60トン以上を生産した。地中海のハブであったマルセイユはヨーロッパに入ってくる非合法的な製品、特にヘロインの入り口となった。戦後1947年2月5日、3kg のヘロインがコルシカ人水兵から押収された。実のところ、フランスマフィアが徐々にアヘンの国際取引に 不可欠の存在となっていることが明らかになる。1947年3月17日には1 3ラムのヘロインがサントロペノ機船から押収される。1949年1月7日には2 3ラム以上のヘロインとアヘンがフランスの船バティスタから押収された。戦後、シチリアやナポリのマフィアはアメリカの諜報機関 CIA やスディスは 共産権の影響からマルセイユの港を守る目的で協力をした。マルセイユの港湾労働者はインドシナにおいてフランス軍と戦うための武器を船に積むことを拒否した。報復として港湾当局はマルセイユの800人の港湾労働者を解雇することを決めた。1950年3月10日に4000人のドッカーズ労働総同盟を含めた労働組合が連帯して、 大規模なストライキを行った。2週間後、すべてのフランス人のポートがブロックされるが、フランス政府、CIA、ゲリーに、ラッキー・ル・ジャーノは、共産主義者たちのストライキを止めることに利益が合致しとので手を組む。ストライキを中止させるために、アービング・ブラウンにより、刑務所から犯罪者を解放し、彼らは40日後校を奪還させた。そのため、 政府は彼らのすべての犯罪取引に目をつぶった。ルチアーノは、ヘロイン密売のため、コルスマルセイユの一味と提携し、マルセイユにモルヒネベースをインドシナからトルコを経て運ぶ、グループを構築した。ヘロインへの加工は、マルセイユとその周辺での秘密ラボで行われ、マルセイユのヘロインはほぼ98%純度の、高品質で有名だった。この時、コーサノストラの支配下にあった。 フレンチシリアコネクションは加工ラボとして発達していった。1960年10月3日のハンマ薬エージェントはホワイトホースと呼ばれるヘロイン350万ドルを押収しグアテマラ大使マウリシオロザルを含む4つの密輸業者を逮捕ベルギー、オランダ、ルクセンブルクへのヘロイン密売ルートがあることがわかる。これは米ルートからモルヒネベースで密輸され マルセイユに渡ったものだった。1960年の連邦捜査局の報告によると、フランスと米国間で年間1200から2 3 0 0ラムのヘロインが取引されたと推定される。フランスの密売人は市場の80から90%の需要を満たしていた。1962年には、 車の販売を使ってのヘロインの密輸ルートが判明し2 2ラムのヘロインが車から押収された。これは後に映画フレンチコネクションの題材となった。1964年10月にはフランス警察がフレンチコネクションの中で最も有名な科学者ジョセフ・カザリを逮捕した。九百七十年代には米国当局はコルシカ・マフィアをコーザ・ヌストラよりも 危険とみなしていた。1970年代に、米国当局は、フランシスキ、オルシーに、ベンチュリ、ロッテイとゲリーニなど、15組のコルシカのマフィアを列挙した。ポール・カーボンとフランソワ・スピリットの死後、国際ヘロイン取引は1960年代、半ばに、グエリーニ兄弟によって取って変わった。1970年のアメリカでのヘロイン消費は49トンと、推定される。 同年9月、リチャード・バーデンは NY でフランス人密売人が9 0ラムの純正ヘロインを売り渡そうとしていたところを逮捕し、彼は40人からなるそのネットワークを白状した。1972年6月29日アメリカからの圧力によってトルコ政府は完全にアヘンの生産を停止することに合意した。1972年2月2から14ヶ月の 期間にわたって、マルセイユやその近郊の6つの主要なヘロイン、加工研究所は解体される。麻薬関連の逮捕は1970年の57件から1972年の3016件に上る。フレンチコネクションの2大グループビンセントパパのファミリーと、ルッケーゼファミリーのメンバーは、ニューヨーク市警の警察官を多数買収していた。アメリカ、フランス、カナダ及び、 イタリア当局の協調行動がフランスのコネクションの解体を可能にした。ありがとうございます。